僕は24時30分を回りました水曜日のこの時間は夜更かしはるかのウェンズデーナイト m c はリュウキーアイドルはるかと FM 技南の山内です <laughs> この番組は25時30分まで収録でお送りいたしますそしてこの番組はかっちゃんさんちさとさんコしさん メーカーさんの提供でお送りいたします。えっ、ー、と、こんばんは。こんばんは。<laughs> 元気ですかえっと、逆に聞きたいぐらいですね。元気ですか <laughs> はい。えー、実はこの収録は月曜日に行われていて、うん、うん、そうです。なんと、ハルパンさんは先ほど、なは 空港に到着したということでであそうです,そうですねきアイドルはあの鹿児島でねライブをさせてもらいました。って言ってきました。で今日帰ってきて。うん。どうでしたかこんばんはお帰りなさいと来ていましたが。ありがとうございます。楽しかったですよ。初めて鹿児島行ったんで。うん、うん。でもなんか思ったより都会だったね。都会だよね。ね。うん なんか,もっとなんかこんな感じなんだと思ってなんとか館行ったあずっと天文館にいましたあっ天文館そうライブもだからずっと天文館あたりにいてうんそうそうさつま揚げ食べましたよおおいしかったでしょ美味しかったしかもさいろんな種類なかったうんうん、ねうん、あれ食べたれン,ン、こンれンこんとあーやばもうお腹すくなーそう熱な、なんだっけ 鳥鳥のやつあ,あ、うん、もうやばいっすねだからね、うん、現地で食ったらうまいんすよあれうんおいしいねうんおいしい甘くてあったかくておいしかったおいしいよねうん他に思い出ありますかん、他にはあとはね何でしょうね事件的ななものはなかったんですか、今回はえとあ いや、なんか、うん、その1回えっとねこの2泊したんですねその2泊3日なんでうん、うん、1>, 1日も起きれなくてあのめっちゃめっちゃ迷惑かけましたアラームずっと鳴らし <laughs> ってたらしくて、うん、で鳴らし一般にしててくれてたみたいなんですけど <laughs>、うん、起きれんかった全く聞こえたことなくてあら そうお、なんかお起こしてもらっちゃいました、結局。え、結局、どんなやつ起きたのう,と思うん、毎週3人。はあ、るかーはあ、るかーって言ってもらったり。<laughs> 外から。んふふ。あの、お部屋一緒だからね。はっ、部屋一緒でも起きれんかったのえ、どういうこといやいや、部屋一緒だったら普通、ほら、起きるじゃん。起きるじゃん。ポンポンってやれば。あ、それでも起きなかったって。え、やば。 めっちゃ申し訳ないよね、うん、でなんか隣、マリさんの部屋が隣でさ、うん、なんかはるかのアラームでマリさんが起きたっておかしい,かしい、ね、なんでかなと思ってなんか鹿児島にはうん怪物がいますねなあ甲子園みたいな <laughs> いや危なかったですねもうギリギリに 起きて…セーフだったって感じだったうんおっそそ…飛行機あの…入り…飛ぶ飛ぶ日もさ、うん、寝坊しちゃってすごい危なかったんだけど <coughs> 飛行機はやばいだろう、はるか飛行機やばいしかも荷造りしてなくて <laughs> 朝寝坊して「うん、やばい荷造りやばい間に合わないやばい」って言ってギリ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 。ギリギリ <laughs> でしたね。ああ、なるほど。なんかうん、んか調子悪いですね。最近ね。朝霞ですか。うん。ここ、この一週間ぐらい。なんでかね、多分、あの湿気のせいじゃないか。ああ、そうかも。そうかも。ね。うん。<laughs> <laughs> <laughs> うん、楽しかったです。鹿児島。あ、よかったね。うん、桜島はね、すごい。あの、ちらっとしか見えてないんですけど、遠くから。うん。 ね、なんか灰「灰が降っとる」降るって言うからさ、うん、なんか心配して言ったけどさ大丈夫だった、うん、降ってなかった、うん、降っってなかった。でも本当降るみたいよねねうんね<え>なんか車とか洗濯物とか大変って言いますよね、うん、積もるってうん。すごい、ね、それも見てみたかったけどねど。俺思わず「行きか」って突っ込んじゃったよ <laughs> また行きたいですうん はい、はい、えーっとじゃあちょっとコメントえー、っとスポンサーさん来てますのでメーカーさんがね、はい、ちょっといらっしゃらないですがえー、かっちゃんこんばんちょいこんばんちょい疲れてないということですばっちりはいえー、ちーちゃんちゃお <laughs> ちゃおコッシーさん夜型なんですねああうんそうですねずっと ちいちゃん、スタートがそういう時間でよかったあーまあ確かにねそんなに早くはなかったですでうーんコッシーさんは今朝5時に起きたよ早っ5時とか起きれます、ね、え,え,えらい起きれないねえ飛行機がさ <laughs> 7時発の場合どうするんだろうねあーそうとから6時半ぐらいに空港に行かないといけなかったんですけどうん あの、そう5時半に起きてうんギリギリだったギリギリだねはいえー、かっちゃんおもろいなということで <laughs> ちいちゃん息の飛行機が心配でしたよかった。はいもうルパンあるあるかもしれないですねうーん。噴火するんでしょうしかもね桜島そうそうたまにね面白いね 面白いところじゃあどうしますテーマいきますかはい今日いっぱいメール来てるのでうん今日のテーマはこちらゴールデンウィークの過ごし方よっしゃ <laughs> ゴールデンウィークの過ごし方はい、はい、もうすぐねゴールデンウィークなのかなってじゃあどうしよういつ紹介しますはいありがとうございます今回もうん ラジオネーム、たかぼさん<う>はるかさん山内さんこんばんは。たかぼですこんばんは。んんはー <laughs> テーマ「ゴールデンウィークの過ごし方」。今年は例年と異なり沖縄に戻るための大切な時期です。そのため片付けと断捨離の方も「ゴールデンウィーク」になるのかな <laughs> ちょっと意味が分かんない。 <laughs> カタコルって <laughs> あ肩カタコールデンウィークちょっとちょっと,ちょっとあれだなさえてないなそんなところですね <laughs> <laughs> 以上かよ <laughs> 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 え沖縄に戻るのそうそうそうえ今どこにいるの今東京ですえもともと沖縄のうんえー、えどういうことだから 東京に住んでたけどもともと沖縄出身でまた沖縄に帰ってくるって、うん、あもうあとはもうこっち住むそうそうそう,そう,そうおおやったそうやっぱりねうん東京は住むとこじゃないってっもう三十何年かいてやっと気づいたみたいですよ最近えっ <laughs> 住んでたやん三十何年かそうだけど最近気づいたみたい <laughs> すごいそう東京はね、えー、遊びに行くとこだからうんジモティーいいだやった遊ぼうね あ、そうね高尾さんもライブ連れて行きますあ、った一回来てたでしょ沖縄で遊ぶあんうんうん東京の時にわかる東京の時にうん高尾さん一回来てるよえ本ほんとうんえ本ほんとほんとえありがとうございます今度はあのなんだっけ社名じゃなくてなんだっけうん取るやつチェキチェキもう取ってもらいますのでやったうんええすごい嬉しい なんか沖縄からさ出た人がさ帰ってくるのめっちゃ嬉しいんですよね、うん、最近私の友達も帰ってきました、うん、結構ねやっぱあっちで経験積んでそれを元に帰ってきて、うん、沖縄に貢献したいって人は多いのでうん、うん、やっぱ沖縄の人って沖縄好きなんだよね,う,ーんねうんねうんうんちょいよね沖縄ねいいずっといたいですうんはいじゃあ続いて ラジオネーームメはるぱん山内さんリスナーの皆様こんばんはこんばんは,こんばんは今日のテーマ「ゴールデンウィークの過ごし方」うん、転勤族だった頃ゴールデンウィークで真っ先に来るのが引っ越し、うん、次に旅行でした、うん、3月に事例交付、うん、4月1日付で移動ああ 4月中は仮住まいで過ごしながら不動産屋をあんしおおやめたねうん読みがなつけてくれてる <laughs> <laughs> 優しいアパート契約からのゴールデンウィークに引っ越し本気の仕事はゴールデンウィーク明けからのルーティーン 大人はまだいいんですけど子どもたちは4月に入学したと思ったら5月には転校を果たして友達とは離れ離れになるし教科書や体育機もほぼ一式買い直すみた、えー、大変だね振り返ると家族には苦労をかけたなと反省しきりですさすがに転勤も23年おきなので転勤がない年は旅行してました鹿児島に転勤した際は長崎や福岡 千葉に転した際は静岡や山梨など、移動先の近県で3泊くらいして、なるべく楽しめるよ、う心がけました。いいねうん、今、転勤から解放され子供たちもそれなりに大きくなり、友達と遊ぶのが優先になって、家族旅行も、ケーされてしまうから、らケーン。 されてしまうから、なかなか機会がないけど。ははなわって山内さんは職業からゴールデンウィークもお仕事してそうですしアルパンは鹿児島遠線。X でおたくさんが上げてる動画を見てるとやっぱステージのアルパンは笑顔で楽しそうに踊ってて見てるとにやけてしまうな。<laughs> マリシはア安定の場外乱闘場外乱闘 <laughs> あれさん過激だねいつも <laughs> お宅の輪に飛び込んでるーってへハルパン帰ってきたらブユーデン聞かせてねゴールデンウィーク中ハルパンも山内さんも美味しいもの食べていろいろ見聞きして忙しい中でも楽しみ見つけてくださいリスナーさん含めふやめきの輪にかかる皆様良いゴールデンウィークをではまたいやもう泣きそうなぐらいい,いいこと言うすごい 確かにゴールデンウィークぐらい美味しいの食べたいね <laughs> うん何食べますいや焼肉だろうもうここは焼肉だなあ,あ美味しい焼肉食べたいです最かはフクロウってとこ行ってみたいえどこなんか有名らしいよ初聞きだよ美味しいってうんな,なんか那覇の那覇の方高いでもそんなに高くないやつちょっと高いから僕が最近お気に入りはですね焼肉一番っていう茶壇にあるんですけどああのあれ あの、チェンポそう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 そてそう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 かうそ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 う うんもう僕のこのスタミナゲなるほど安いしねそうねあんまりそのか焼肉でお米を食べないからうんうんうんちょっとねスタミナつけかなだから春菜夜行くからでしょうえなんかあうんお酒飲んだりするかな僕も夜行ったらもう肉だけしか食べないんですようん、うん、だから昼行って <laughs> え昼おランチからですよやっぱり はあ、昼行って肉と米を食べるわけですよ。はいはい、夜はもう絶対米食べたくなくなるからです、はあ、休みがいいですねじゃあねそうそうそう休みの日休みじゃないとねあでも今春パンちょっとヒントもらえたな確かにこのなんていうの<ん>酒飲みながら焼肉行くのもいいねあえ <laughs> 久々だな俺これそうなんですかうんあお昼にいつも行ってるからそうそうそうなるほどねまあ逆だねうん

相手ないんで。じゃあ、あんでも前から。カゴシの先生お疲れ様って自分でほら <laughs> ご褒美で。確かにいいかも。ちょ、うん、っとお腹空いてきたしな。いいね。焼き肉行こうかな。えー、一人か一人で。一人焼き肉行こう。一人あんあんしよう。一人でまだ行ったことない。うんうんうん。いいですね。でもね。うん、メーカーさんもじゃあ。 こん今回のゴールデンウィークは旅行するのかなうん。するのかななんか泊まりに行くのもいいですね。ねうん。うわ <laughs> あ。あ <laughs> ごめんなさい。<laughs> 何何か幽霊が出たのなんかヘッドホンがガクンってなって。びっくりしちゃった。っびっくりしちゃった。ごめんなさい。<laughs> だからねねたきっとねあの。 竜ドルのイベントにね顔出してくれるんじゃないかなと思いますアメリカさんうんえー、ちいちゃんが連れて行ってってんお肉沖縄、うん、沖縄いないのさあの鹿児島であのちいちゃんもねライブ見に来てくれてたんでさすがそう,もうい一緒に沖縄帰りましょうよって言ってねだからさ映画のパスもあるぐらいだからさうんもうすんなほうがいいよね ほ、うんとにねうんへへへいや私もお肉食べたいですこれでミックじゃんうん食べましょう食べますやったー <laughs> 続いて紹介します<い>えー、ラジオネーム西郷ポンタカ森丸 <laughs> <laughs> さんポンはるぱん <laughs> 春パン殿 先週末は、おいどんの地元、え、えそうなんですかえ、違うあ,あ、そっか、あ、待ってち、ちょっと待って、間違えた。いた。最高、ポン高森丸の地元ってことね。<laughs> おいどんの地元、さつまでの、リュードルライブ、お疲れ様で壊したよ。おいどんも親友の大久保丼を連れて、最前列で、マルパン殿の勇姿を拝見していたで壊す。<laughs> うん、嘘つけ。<laughs> そんなおいどんたちに気づいてハルパンどのはレス送ってくれたでごわすなあれはまっこと嬉しかったでごわしたよハルパンどの改めてさつまでのライブお疲れ様でごわしたまたいつでも遊びに来てたもんせ <laughs> さておいどんのゴールデンウィークの過ごし方でごわすがおいどんは今とても忙しいでごわしてな、うん 幕府を倒して新しい世の中を作るため日々奮闘中でごわすよ。日本を今一度選択いたし申しそろ<ロ> <laughs> 混ざりすぎだろいろいろ。おっとこれは失礼。この言葉は坂本ンからの受け売りでごわすよ。ああなるほど。<う>設定がちゃんとしてるよね。おいどンはいつかきっとルパンダのが。 自分の上規関係なく笑って過ごせる世の中にしてみせるでごわすよ。そん時が来たらぜひおいどんと2人きりでゴールデンウィークを過ごしてほしいでごわす。そん時はおいどんの屋敷でジェンガでもしながらまったり過ごすでごわすよ。ほっほ,うほう、えー、ありがとうございます。とっくにそういう世の中なんですよね。<laughs> そうですね。はい。 <laughs> 残念ながら <laughs> すごい最後どんタイムスリップだねんうんいやあれ会えなかったんですよ実はねえっ最後うどん最後うどんうんそれはそうじゃないかなうんあの近くにはいたんですけどねなんか徒歩10分の距離 <laughs> どうぞってこと<笑><笑>最後どん <laughs> セゴドン待ってたけどさセゴドンっていうらしいっすよ地元ではセゴセゴ、ね、セゴさんそうそうけどなんかとあ十分かあちょっと遠いね明日にしようかって,ってその次の日もあ十分かちょっと遠いねって言って行かなかったんだけど <laughs> 確かにちょっと十分は遠いよねうん。なんかザビエルには会ってきたんで、えー、そうザビエルもゾウがいるのそうそうそうゾウがいた ちゃんと、ポーズ真似しましたなんかね、ポーズなんかなかった。うっすこ。この、あんまねまで。カタソそうカタクラしかない。こんなやってなかったことに埋められた感じこんななんていうの昔のビジュアル系みたいな。あれね、ザビエルのポーズね。ったえー、残念。うん、埋められてた。ポーズできないように。そっか。砂浜にね。 えー、ちいちゃんさっきのねポンタ390のやつ、うんえー、絶対に使わない言葉遣いって <laughs> <laughs> まあそうだろうね、うん、<laughs> ありがとうございます、ね、面白いね,ね面白いねさすがでございますいこのメールの構成力うん <laughs>、うん、じゃあ面白いねありがとうございますはい 続いて<ん>紹介しますラジオネームうどんけん大好きさんはい私はドライブやサイクリングをしてゴールデンウィークを楽しみました自宅ではスマホで B2 プレーオフセミファイナルに <laughs> 進出した香川ファイブアローズの試合状況もチェックしましたん<ー>出てきましたありがとうございます、はい

バスケットってあ、はい、はいはい。えー、バスケット好きです。あそうなんですか見るのがやるのもあぶう,うーん、できないできない。あの、スラムダンク見てからもう超好きになったあースラムダンク面白いからね。うん、バスケット見に行くのが夢です今は。試合をね。アリーナで、ね、アリーナっていうか、うん、まあそこからでもいいんですけど、いや、アリーナめっちゃすごいらしい,いアメリカ行きたいあ。あ、アメリカかよ。 <laughs> 一番はね <laughs> ア,リアリーナで見た後にアメリカ行こうハルパンのさ、うん、でもほらアメリカ行くのはちょっとハードル高いから次の目標をあれやろうよ、うん、アリーナでライブハルパンのというかリュードルの <laughs> そうそうアメリカ行く方がハードル低いと思ういやアリーナの方が低いと思うよ <laughs> いやいやいや,いやアメリカは行くだけならいけるじゃんあーまあ確かに一人が行く ことなのができるじゃん確かにでけどえでもさ、うん、お金出せば借りれるからあそうねそうそうそうそれじゃね意味がないからほ <laughs> <laughs> ぱほの正論ですねうん動員ができるからそこをね使えるっていう分かったじゃあアメリカの後にアリーナでやろう、うん、ああなるほどねうん えなんか初めましての方でした。あ、うどん県大好き。ああ、そうなんだ。うん。割とね、結構いろんな番組に。え、そうなんだ。うどん大好きでも俺も。俺も。かね、あの、の、柔らかいうどんが好きなんですけど。香川はどっちでしたっけどっちだろう香川ちょっと硬いんじゃ。硬い方。香川食べてみたい。香川めっちゃ行きたい。 ううどん食べに来ていありがとうございます、はい、続いてラジオネームチーメロディーさん。おお<ー>。はい。山内さん、はるかさん、お久しぶりです。チーメロディーです。はるかさんにはしばらく会えてないですね。嘘です。内緒なのですが、チー <laughs> メロディーはシューマ週末は、鹿児島にいました。なれこれな内緒なんだって。内緒じゃないですよ。<laughs> <laughs> でハリカさんは桜島見たかな見見れ見れたっちゃ見れたけど見れてないっちゃ見れてないですねどういうことですかえあの遠くからなんかこの山の影を見て<ー>見てたけどなんかもうちょい行ったらその港の方に行けて、うん、もうそこからなんかもう船乗って行けるらしいけど、うん、なんかそのま船乗らなくてももうそこからめっちゃ見えるらしくて。 桜島がはい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 それめっちゃ行きたかったですねあ僕あのその行ってる港から高速船で行ったんですよ桜,め桜島桜, <laughs> 桜島桜島行ったんですかあ行った行った行ったえー、どんな噴火してた噴火してないけど、うん、忘れたもうなんか普通だったよえ,え,え山登るのあ山登らないんだけど、うん、山見てあなんか普通だな触れる 触るえっ、うん、このさ島の中に山があるの生えてるのうそうそうそう家島みたいなやつああ<ー>だから触るっていうのがちょっとよく分かんないんだけどさえもうこの島に上陸するじゃん、うん、そしたらそこはもう山なの、うん、違う違う違う <laughs> えっと平地があって急に山ブクってえっ家島みたいな 階段とかある山にあ多分車で行くんじゃないですかあええー、行けるのかな登っていいのかな途中までは楽しそううんじゃあ行きたいえでも何か鹿児島市市内からさこのめっちゃ近って思っためっちゃ近く見えるああだからでかいんだよ、ねね、それだけ行きたいやっぱ家飯島とはじゃあちょっと違うねフェリー200円だから安くない,い,いってよ安いね安いうん そこまでまずたどり着かなかったな。あらまあ、ね、いライブの映画でしたね。きたかったです。うん、えっと、それからおいしいものをたくさん食べれましたか鹿児島のお酒は飲めましたかリードリちゃんとお別れするのはめちゃめちゃ寂しくて心が引き裂かれそうでした。また会えますように。ありがとうございます。お酒飲みましたお酒飲みました。えっと、<laughs> ビール <laughs>。 ビールジビール飲んだ。二杯。ジビールジビールイエスに鹿児島。なんか英語のやつナゴビールとかあるじゃん。沖縄うこと。オリオンビールとか。それのえ？なんか英語のやつ。何やバドワイザーじゃな初めて飲んだ。バドワイザーじゃない？めてなんだ。えななんかコロナじゃな写真撮っておけばよかった。そうだね。 ななんかかよくわらないやつでもめっちゃさ飲みやすかったですへ<ー>本当ほんとはその2杯あの2杯ぐらいであの帰ろうと思ってたから、うん、その2杯目はなんかそのせっかくだからね焼酎飲もうかなって思ってたんだけど、うん、なんかそのビールがすごい飲みやすくて下2杯飲んじゃったあー2杯で終わりって決めてたのをビールだけで終わったってことあそうそうそうえこれこれ,これ見えます文字 見えないよねえっ見える,よえ見えるうん。んで今見えないって決めつけたのえ見えないよねと思って。見えないな。<laughs> あっ、ごめんとかい。ーイさんが。<laughs> マリさんはライブ前は酒飲まないって言ってるけどって。マリさんはね、全く飲まないです。えぇ、ー。あのそのライブの前日とかは。あの人すごいね。すごいよ。誰かはそのライブ、なんていうの の前日は、ガガンガン飲みます、ね、逆にね <laughs> あ、そういうわけではないけど <laughs> あのその当日は飲まないですよさすがにね当日ってそのライブの途中は飲まないってことでしょ途中えその当日だからライブの直前とかでしょ、うん、終わってから飲むでしょ、うん、うんうんああ夜は基本的に飲んでるからうーんそうですね さすごいねうんあまり関係ないんだよねなんかそのハリパンはですと関係なくてよかったね確かにそうだねよかったかもありがとう続いて紹介しますほいにょいラジオネームねむちんさんからおお今日オールスターだな <laughs> はるかさん はるかちゃん、山内さんこんばんはー、ねもちですこんばんはー <laughs> 早速ですが、はるかちゃん鹿児島遠征お疲れ様でした戻ってきてそのまま収録とか偉すぎますはなまるあげたいありがとう鹿児島遠征の話は、番組のどこかで話していると信じて今週のテーマ、ゴールデンウィークの過ごし方ですが 先日沖縄遠征で4連休をいただいたりしたのでほぼ仕事ですあ,ーあらーまあこの時期はどこ行っても人が多いし車は多いで出かけるにはちょっと辛いので別にいいんかなと思いながら過ごそうと思いますうん,うんはるかちゃんはライブでレッスンのない日はちゃんとお休み取れるのかなまたお話聞かせてくれると嬉しいですではありがとうございます お疲れ様でで、す、お仕事も <laughs>、うん、でこの間もねその沖縄にね来てくれて、うん、でなんかその何ていうのこうやってさなんかこの休みを取っ,った分、うん、その他のところでさなんかその仕事をそこの分の仕事をやるみたいな、うん、なってなんかなんていうのいい職業 してるんだなって思ったなんかなんて言うんだろう割と自由度が利くってことなんて言うのこう自分が自分が働いているみたいな自分がんて言うのこうちょっとクリエイティブなイメージがありますその自分のまあまあまあ確かにそうそうこの仕事なんて言うのこう仕事をね自分で組み組みながら やっているっていう感じがかっこいいですね。確かに。うん。なんかもうちょっと思うんですよね。そのなんだろう土平日とかに休みが欲しい。うん、あ人混み合い<番>苦手ですか？そう平日の休みがめちゃくちゃ嬉しくて。わかる。うん。土日その週末とかまあ祝日ねゴリールデンウィークも特にそうだけど、うんもう楽しい。 楽しいよね。みんなが休みの時に休みなのもめっちゃいいけど、うん、なんかそのね平日に休みがあった方がいいなーって思うなか確かに最近は僕ちなみに明日休みですからねえ、めっちゃいいなでしょ平日いいななんかゴールデンウィークもさそのなんていうのこのえな厳密には、うん、そのーあれじゃないですか ちゃんと祝日なのはさ、うん、この3日5月3日からみたいな感じだけどさあでも先週末までしょ結局金土日休みみたいなそうそうだからさ<あ>金土…ょちょちょ土日月だそう,土日月そうそうそう休みじゃんでそっからさなんかそのまま続けて休みの人たちいるじゃないですかうん、うん、たまにあれめっちゃ羨ましいです 確かにうんあれいいなタたはるパンこんなさじゃあそれ休み取れるとしてさ中日もうん10日間ぐらい休みだわけようわうん逆にさしんどいと思うよ仕事行くのさあその後ねそう確かにやめちゃうかもいけないかもいつまでも5月病か本当にそうですよ1年経っても 5月病そうだね <laughs> しょうがないねだ <laughs> から逆に僕は休みないんですけどうんあのまあなくていいですよなんか売り手に行くうーんちーちゃんもほらディズニーランドがめっちゃ人多かったって言うんだけどさあー、ね、そういうとこはね人多い時に行きたくないなって思う、ね、そう,そう沖縄も結構ねやっぱ各地人多いですからうん みんな行くとこが決まってるからね、うん、これ集まっちゃうもんね。でも、旅行とかしたいなと思う。あ、まあ、確かにね。うん、チャタンなんてさ、もう、この前行ったんだけど、めっちゃ混んでたよ、もう。3連休の間に。チャタン。うん、チャタンはでも、人多い方が楽しそう。まあね。沖縄市とか。動かないんだもん、だって。あ、それは嫌だ。そうそうあ。混むよね、うん、車ね。確かに。<laughs> そうね、あれか、だから。 休み…何もないや、うん、お休みの日はないんですけど、うん、い一切ねなんかないけど、うん、でも今回のゴールデンウィークはちょっと日,日中、うん、なんか半日ぐらいは結構空いてるんじゃないかなっていう感じです今のところおおいいじゃないですかいいのかな半日しか空いてないんだうん半日はねでもそうなるとなんかどっか行くとかじゃなくてうん なんか休みますみたいな感じになる、ね、なるんですけど、うん、それはしょうがないよ <laughs> 何かやれって言われても難しいよね、うん、でもなんかお昼に時間があるとパン屋さんに行ったりできるからそこがいいですねおしゃれですねパン屋さんは大好きですよく行きますあ、だから春パンかあー、まあ、うんへへへ あとねなんかこの間その初めてスパイスカレーを食べてあ,あはいはいはいそうなんか元々そのカレーめっちゃ好きでハマってたんですけど、うん、なんか今回それでなんかまたいろんなカレー食べたいなーってなってカレー第二期ですか第三期ですかっていうこと第人生の中でほら三パそうそうそうそんなんかああ今三パやんやん サンパはわかんないけど、ハルパンのこの人生のさ。1期はほら、ちっちゃい時のカレー大好き、無限食べたい。明日もカレーがいいみたいなやつで、ニキがグリーンカレーとかチキンカレーとか、全部うまい。え、それが今じゃないんだ。違うよ。タイカレーとかインドカレー系ね。あ、ョいいもおいしい。みたいなのになやん で、今が3期このえスパイスカレーって何めっちゃうまーみたいなあー3期なんだうん俺も3期くらいじゃないかなーこのこの機会に、うん、スパイスカレーとかなんかまたカレーを開拓したいですなるほどこれはあれですか自分で作るとえ違う違う作ったことないお店に行きますああそうですか <laughs> じゃあね、そのゴールデンウィークはねそんな感じで有意義に過ごせたらいいなうんはいありがとうございます続いてはいお、ラジオネーム猫さんおお<う>はい猫さんって初めましてじゃない猫さんあ、合ってる間違えてるかもえどういうことえっと間違えたね <laughs> あれ <laughs> 猫んうん 猫、猫、猫、糸,糸さん。あ、本当は糸さんうん <laughs>、糸さん。だけど、なラジオネームは猫さん。違うとこ読んじゃった。いや、ラジオネーム、糸さんでいいのかな。あ、じゃあ、本名が猫さん。<laughs> そんなこともなさそうだけど。かわいい。だから大丈夫じゃん。猫ちゃん。糸さん、猫ちゃん。糸さんがあの、前回に引き続き、いただきました。はい はははるかちゃんんんんんここばば毎年ゴールデンウィークは何をしようかなと思いながらカレンダーを見ていると気づけば仕事ばっかりあ<ら> <laughs> たまには休みたいと思ってもシフト制の仕事なのでなかなか友通も聞かず今年は思い切って休んでやれと思い 5月5日から8日まで休みを取ることにおーお繁忙期なので申し訳ないと思いつつも休みを取ったのでゴールデンウィークは沖縄に友達と旅行へ行くことにしましたお<ー>あめっちゃいいそこで那覇市内ではるかちゃんのおすすめスポットはありますかえ はるかちゃんの普段のゴールデンウィークの過ごし方も聞きたいです。これ、伊藤さん、俺もいるからさ、山内もいるからさ、さっきから俺、そうもしてんだけど、俺にも聞いて、の。あんまりいないか。いない感じかな。どういうこと那覇におすすめ、俺にも聞いてほしい。でも知ってそう、山内さん。知ってる、知ってる。ありがとうございます。伊藤さん、た多分ね、結構沖縄に結構ね、頻繁に来てくださってる方だと思うんで。 ちょっと難しいねなんかめっちゃ行ってそうじゃないもうステーキいやそこはでもほらアルパンのおすすめをさもうそういうの考えないで行ってみようあ,ーあーまずベターなところ行くべきじゃん、うん、まあ、普通にね国際通り行ってステーキ食べて、うん、お酒飲む人だったらえっとねあの、浮島あたりとかあ桜坂もいいんじゃん屋台村桜坂う その、あのそっち側ねちょっと一つ道入ったところらへん、うん、仏見橋とかそこらへんもう楽しいし、うん、夜はねあとはなんかあるかな那覇市内でしょ那覇市内意外とないんだよね意外とない <laughs> 北に行くとガラッと変わって楽しかったりするじゃんそうそうそう那覇はねもう都会だからねんもないんだよねなんかあるかな えーと、はるかのえーとねえーとあれはあれですねちょっと趣里の、うん、あの、ちょっと行きづらいとこだけど、うん、あのベイビーベイビーさんっていう<ー>ハンバーガー屋さんか,んかああ写真撮ったとこうんそうですそうですはるかの写真集撮ってもらったとこなんですけどそ、うん、こ,こがねなんかめっちゃいいですねなんかこのなんて言うんだろうこの、 景色空間ありきの、うん、そして美味しいハンバーガーみたいな感じがめちゃくちゃいいですいい、ねうん、なんかここにしかないしっていう感じ何<が>でおすすめですハンバーガーなんていうのこんなお店がおーいいねうん。めっちゃ好きだからなんてベイビーベイビーズベビーベイビ,ビーベイビーうん。行ってみます僕もそこ,行っ,たことない行ってみてください いいですよちょっとねなんか行きづらいかもうん<ー>アクセスがなんかありますかはしないああ僕ちょっとマニアックなんですけど大丈夫ですかねおう、うん、あの VF っていうところがあるんですけどはいなんていうんかなこの糸さんがちょっと心霊マニアだったらそこおすすめします、うん、急に何それ待って待って待って <laughs> 廃墟があるんです VF っていうそうそうそう うん、おすすめ怖いよ。え、それ有名よく行く人いるんだ。あ、僕はもう近くだったんでよく行ってましたね。そのちっちゃい時に？高校生ぐらいの時。行くかなこれ。V.F. <laughs> あのー、おすすめはですね、V.F. の楽しみ方を教えていい伊藤 <laughs>、うん、さんに。地下室があるという噂なんで、うん、それを探してほしい。 ああ、まだ見つけてない僕は見つけきれなかったもん。え、怖い、怖い。いや、怖い。やばいでしょ。面白かったよ、うん、本当に。ちょっと怖い。行きたい。あのー、本当廃墟だわけ。で、昔のダンスホールだっけ。<ー>アメリカの。ああ、なるほどね。えー、すごい怖い。そう。面白い。面白い、あそこは。いいすね、おすすめです。ナハ随一のおすすめスポットです。ううん、うん、うんイエー <laughs> 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 あ、あとエイブンっていう沖縄そば屋さん美味しいですエイブンエイブンあ、初めて聞いたけどエイブン、なんか青い食器のとかんどこにあるんですか、那覇の那覇、なんか二個ぐらいある壺川らへんとかへえー。ー壺川、違う、壺屋,壺屋うん <laughs> 壺屋壺屋あの中の近くらへんへぇーです じゃあ、続いてラジオネームコシさんおおコシさん春ンさん山内さんこんばんはコシですこんばんはこんばんは私のゴールデンウィークはカレンダー通りに休みになったので前半は3日間リュードルの鹿児島ライブでした春ン、お疲れ様ありがとうございますコシさんも来てくれた、うん、素晴らしいねありがとう後半は東京のアイドルさんのライブ遠征に 宮崎から大阪、石川県小松市と車で移動の予定です。すごい。ええ、すごい。すごいすごい。楽しそう。うん、ところでリュードルの鹿児島ライブのうち初日と2日目は妻と行ったのですが、なんだか妻は無理やり連れて行かされた感じでつまらなかったのかなーって思ってたら宮崎に帰る車の中でなんと、えー、鹿児島の山形やデパートで大規模な。えー 北海道物産展をやっていたのですが、うん、初日の夜にリュードルメンバーがコンビニご飯で済ませていたのならメンバーへ北海道の美味しい食べ物を差し入れればよかったねって話すではないですか <laughs> あらハマったね奥さんも <laughs>、えー、リュードルが嫌だったらこんなこと言わないですよね、うん、堂々と言ってもよしってことか。 <laughs> 3日目も宮崎から始発の普通電車に乗ってリュートルのライブに一人で出かけましたよ。ありがとうございます。で、ところで、妻は金曜朝のマリさんがパーソナリティをしているマイオアシスを聞いているのは知っているのですが、<い>このウェンステーナイトの番組のことは知らせていなかったのです。<い>で、ハルパンが特典会で妻にこのラジオ番組のこと喋っちゃったので、<laughs> <laughs> 申し訳ないな。初日の <laughs> 宿に帰るなりあの言ってたラジオ <laughs> 番組を聞かせてとせがまれましたので、うん、聞いてもつまらんよって抵抗しましたが <laughs> 聞かせなさいと再度強く言われて前回の放送を聞かせました、はいえー、運よく前回の放送は自分のメッセージを寄せてなかったので、えー、自分の悪態発言やエロ親父ぶりは出なくてほっとしていたのですが。<laughs> うん 横 <laughs> しさんも悪いかもじゃん <laughs> うん横、ね、士さんエロ親父だからね <laughs> 大体 <laughs> あ番組の冒頭から聞くなり「この番組のスポンサーになってるの?あ」って<は>怪しい雲行きになりましたが、はい、聞き終わってみたら「ゆるくていい番組だ山内さんって良さげな人だ」って言ってたのでーほほほほセーフ <laughs> でも投稿しづらくなるので。 えー、妻にはこのままこの番組のことは忘れてもらいたいですね <laughs> 話が戻りますがリュードル有名の舞宙さんをなぜか妻を豚褒めしてました舞宙さん現役時代のライブが見たかったと言ってましたが誘っても行かなくていいって言ってた馬を伝えたところ <laughs>、えー、あなたの推しが足りないって怒られて夢不明なこと言われて困けしました <laughs>、えー、で YouTube に舞宙さんが出演している昨年 4月くらいの定期ライブの動画が残っていたのでそれを見せたら歌もダンスもすごいと驚いてたのであっ舞宙さんが出演するイベントがあったら早めにこっそり妻に教えてください <laughs> ちなみに妻は春パンの母親と同じ年ですよろしくねお、えー、1975あ僕と一緒ですね,ね、うん、ありがとうございます あ,あ、うん、じゃあお会いしたんですか。うんうんうん。あの奥さんと。うん。前その前の時も一緒に来てくれてて。これさもうこっさん、うん、ラブラブじゃないやかやね、イチャイチャして。うん。ハッサビ。ね仲良さそうで良かったです。うん。いやでもう良かったなんか良かったですね奥さんにもそのねよ欲を持ってもらえて。うん。<laughs> しかもほら、山内さんやさげみたいな感じの、この感じで良かったも僕はもう怒られるとばっかり思いますから、いつも。そうだね。そうだね。そうだね。違うわ。そうだね。コしさんもだから、なんて聞かれてもいい投稿したらいいと思う。で、そうですか、こしさん、俺はギリギリを攻めてほしいけどね。なんで 聞かれてもいいいいとこにしたらいいと思うなので舞中さんがねそのこないだ竜ドルの周年ライブの時にちょっといろいろあってあの急きょね舞冲さんがソロで出演することがあったんで、うん、なんかそんなことがまたね起こるかもしれないんでその時はあの、是非ね奥さんも一緒に来てくださいそうね ありがとうございます。いいねでもうんうんありがとうございましたはい、えー、続いてパンネーム沖縄大好きさんおお出ましたルパン山内さんこんばんは香こんばんは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 るか。沖縄愛する沖縄のラジオリスナー沖縄大好きです、えー、春パン今日も可愛いよ写真や映像で見ても生で見ても可愛いよ 声癒わ,わされるよ、愛してるぜ。で、調子乗るのは俺。は、で、耳出してすみませんでした。<laughs> 酔っ払って書いてるんですかね、<laughs> この文字。どういう。何時これ19時52分。えあ夜8時ぐらいだよ。まだあじゃあやっぱ、ね、まだや飲まで。はいるんじゃないあ、飲み飲んでるの、うん、これ。で、いい感じかもいい今、<laughs> ちょうど。テ、えーマ、ゴールデンウィークの過ごし方。うん アルパンにもも報告も兼ねてお話ししますすで<ー>、はい、に FM 機能ワの他の番組でもえ他の曲でもお伝えしたのですが実は5月から FM 機能ワのパーソナリティとして番組を持たせていただくことになりましたお待たせしましたついに念がなったラジオパーソナリティとしてデビュー番組の名前ですが「沖縄大好きの大好きを叫ぼう」というタイトルで放送しますめっちゃいい 世界の中心でアを叫ぶみたいですね,ねあ、おき、おき、えっ、ー、と、おき台はおき台って大学じゃないですか <laughs> どうしよう、難しいおき、おき台丸台は丸台丸 <laughs> スーパーじゃんおわかるわかるよあジレンのさ、近くにさ、それあった、うん、あすご <laughs> <laughs> はい、えー、リスナーでもある沖縄大好きが、えー、大好きを伝える番組いい、ね、リスナーの皆さんからも大好きなものに関するメッセージを募集中です、うん、簡単に言えば自分の大好きなものこれから大好きになるものをメッセージで送るといった感じです例えば僕ならアニメやヒーローものアイドルが大好きこういうところが大好きといった感じ ハルパンで例えると、ハルパンのこういうところが大好きとか、ハルパンの笑顔がめっちゃ好き、なんなら全部大好きとかでも OK。ハルパンからも山内さんからも、えー、皆さんからもメッセージ待ってますぜ。<laughs> 放送時間は毎週土曜日の深夜1時。お<ー>日付変わって日曜日の時間帯30分の収録番組です。初回放送は5月4日土曜日から。 すすぐですねそ<う>番組スタートをきっかけに封印していたツイッターも再スタートさせ新たに番組アカウントも開設しました、うん、フレパンのこともフォロー済みありがとうございますこれからもよろしくお願いしますゴールデンウィークはまさに自分の番組の放送日でもあるので完成した番組を聞いて実況しようと思いますあとはナハハリーの花火を見たりと過ごしてますよ<ー>忘れてたナハハリーあるね ありがとうございます行くんですか今年えっと花火見に行きたいですあいいね時間あると思う多分ハリー見に行きたいな見たことないからうん<ー>そうですねありがとうございますゴールデンウィークにはじゃあ放送がそうそうそう始まるということで始ままえー、私も聞きますね深夜一時だと正直聞きやすいです<ん>私はだ土曜日だから飲んでるんじゃない なんでなんでなんあはるかがああいやそんな深くは飲まないあほんと次の日もなんかあるしね日曜日だったねあれほら沖縄大好きさんは大好き叫酒うってことでうんなんか大好きなもの何ですか今え今うんカレーあなるほどカレーかえごめんなさいいいよカレー違った俺はお酒って言うと思ったからただ自分のなんていうの自分がほら 期待したからさごめんいやい,い,いやいや期待する方が悪いからさカレーの方が好きかお酒は <laughs> そりゃないだろいやあるあるあるお酒なんかそのえなんていうのなんかこのお酒は日常えじゃあ世の中からさどっちかなくなるとしたらどっちがいいもう完全になくなるえいよお酒全然なくなっていいです嘘だよいやほんとそうですね ななくるんだよ。もう一生ないんだよカレーのほうが必要でさうっそショックああそうなんだすごいねそんなに今カレー愛に目覚めたとはうんうんいやでもんか必要このさ世界に必要なものとさなんかなんていうの なんか好きなものってなんか正反対な感じしますよね、うん、でもなんてう,のうんうん確かに <laughs> 必要がないものほど好きになるしうんまあ好きだけどねお酒もお酒も好きですけど必要がないってことお酒は必要はないですねいや必要だよカレー食べた方が元気が出るおお<ー>体になんか体が ワクワクします。なるほど。はい。いいですね。うん。<laughs> いいですね。<laughs> まあでもね、ハーリー行ってね、お酒飲みたいですね。カレー食べよう。うん。<laughs> カレー食べたい。<laughs> あるかな,ないか、屋台にも。カレーは。カレーあったらいいなぁ。食<え>べたい。うん、食べると思う。ええー、おめでとうございます。沖縄大好きさん。うん。 みんなで聞きましょうねこの初回放送ねハルパンが本当聞いてくれるといいねピナイ大好きさん聞きます聞きます、うん、ツイッターもチェックしますありがとうございます<ー>すごいなんか好きななんて言うんだろうこの番組のこの趣旨というか、うん、素敵ですなんかこの明るいしさ、うん、みんなが幸せになるなーって思う。 素晴らしいはいはるかもうう好きだーって叫びたい時はあの沖縄大好きさんに代弁してもらおうと思いますあとぜひここでも叫びましょうよここでもいいのうん <laughs> 好きだーはい <laughs> 続いていやいや叫んでないー <laughs> 続いて読んでいいはいはもちろんはいラジオネームかっちゃんさん、はい、兵庫県在住はるかえをいっぱい欲しがってるかっちゃんやで 山内さん、俺のかわいはるかアリスなのみなさんこんばんちょい。こんばんちょい。えか、か鹿児島遠征3日間、おやっとさー。バイ、かぐ島ま弁でお疲れ様です。<ー>ちょっと覚えました、おやっとさ。へえ<ー>。テーマに行こな。テーマゴールデンウィークの過ごし方。かっちゃんはね、ゴールデンウィークなんてあらへんで。ほとんど仕事ですわ。<ら>休みあるとしたら5月5日の日曜だけ。え、日曜って当たり前休みじゃないのうつらい。 やけど娘の声優のイベントで渋滞に巻き込まれたらあかんから朝方3時から徳島に外帰りするからほとんど休みないでえーすごいねえー、ゴールデンウィークの過ごし方は、えー、アーカイブで定期ライブの愛しめてはるかの姿いっぱい見られたらいいだけ休みなくても全然大丈夫やわそれだけありがとうございます嬉しいなんかこう活力になってるといいなと思います、うん え娘さんのイベントも楽しんできてください。ねう<え>すごいめっちゃ気になる。また聞かせてほしい、これ。応援してくださいね。応援します。<laughs> 頑張って。うん、ありがとうございます。続いて、最後ですね。最後<高>。ラジオネームシーサーさんー、シーサーさん。お、シーサーさん。はい。ゴールデンウィーカー何しますか月曜はフル,ーフルーティストがゲスト出演する月9ドラマ、火曜は定期ライブ。 3日と6日に FC 琉球のオーリーグ戦を見ます。えー、ゴールデンウィークは今年に限らず混雑するのでどこにも出かけないですね。うん、ありがとうございます。こういう考え好きですね。この混雑するからどこにも行かないっていう。お家でまったりね。うん。いいかもでも。<laughs> いいですね、FC 琉球もね。うん、ありがとうございます。テイクライブ、よろしくお願いします。 じゃあさ、この1分以内でさもうあと30秒ぐらいでハルパンさんのーゴールデンウィークの予定言いましょうよ。予定、うん、あえっとえっとたった今その告知があったんですけど琉球、はい、アイドルでねイベントがいくつかあるんですけど、うん、これがえっとねまず3日からでいいかな、うん、?3 日ね5月の3日が。 えー、あのサイバーボックスさんの方で、うん、なんで合同カラオケタコパーっていう僕、えー、マニアさんと合同でね、うん、あ,のあるイベントがありますこれはあの面白そうですでたこ焼きめっちゃうまいらしいです、うん、来てくださいでその次に、えー、と5日がえっ、ー、とねあれですねあのちょっと野外のライブと、えー、こうサイバーボックスさんでのこの,あのどっちもでこうフェスみたいにこうあるライブがあります、うん、ニューワールドオーダーなんですけど、うん これもあのめっちゃ楽しそう <laughs> でえっと6日が、うん、えっとハイビスクラブさんのあの主催のライブに、うん、えっとアウトプットさんの方で出演させていただきますこちらもね是非よろしくお願いします過ぎましたあっいけるいけるはいありがとうございましたまた来週もこの時間にお会いしましょうおやすみなさいバイ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 ,バイ,バイ Doo doo doo.